勝率が悪い人ばっかり狙ってるんですね。ダイレクトに言ったらそうなってしまいますね。何がしたいのかパンテラロサの狙いはまだわからないということで、今日の試合でちょっと何かが見つかるといいかなと思います、はい、さあ出てきた。こういうな、あの今視聴してる人たちには聞こえてないかもしれないですけど、ロックな感じの入場曲なんですね。さあ、これパンテラロサってスペイン語でピンクパンサーっていう意味なんですね。あ、そうなんですね。だから今流れてる曲はピンクパンサーのハードロックアレンジみたいな感じで。え、これガウンですか？ほ、え、本ちゃんの着るもんですか？いや、確かにこれはガウンです。これガウンですか？ちっちゃいですよね。小柄ですね。はい。ボリショイさんですか？ボリショイさんそんなじゃない。もっと今焼いてますよ、あのボディービルでってたから。そうか。あ、また。あ、ゆきひさん。あ、スペイン語の通訳や。そうですね、そうですね。すごいあの態度が悪いですね。人の髪の毛を持って喋ろう。お前今日も丸腰できたのか。セナにも水をあげられて、優香にも抜かされそうになってるヘナチョコレスラーさんよ。そうですね、髪触んなんですね。やってやるっていう言葉だけで勝てるほど甘くはねえんだよ。これでこう何をこのやるって雪姫選手の方に行ったら面白かった、はい、そうですね。さあ、ここでゴング鳴りましたが、すぐにロサが場外。あ、もうすぐにね。お、こんなラグファイトを繰り広げる選手なんですね。今日なんか道場マッチではこういう狂気ランが多かったみたいですね。一番最初に出てきたのはあの藤本選手が後楽園で32人抜きやった時に、はい、突如として現れて、はい、しかも藤本選手に勝つという、でその後しばらく出てなかったのが、はい、今月に入ってまた道場マッチとか、はい、あとアイスのニコ生中継とかで応援したりとか、はい、で幅広い活動をしましたんですね。しかも今明らかにサポーターをしている茜の腕を攻める攻める。ちょっとよくこれほど突き放したキャラの女子プロレスラーってなかなかいないです、ね、いないですね。ここ最近はその何ですかね、悪い人っていうと大体正規軍尾崎さんくらいしか出てこないくらいの感じなんですけども、ヒールとベビーが分かれてないこの女子プロ業界でがっつり分かれてきましたね。さあ、それに対抗して茜に乗るなとコーナーから落とそうとしましたが逆に落とされる。しかも肩痛い、この手錠を使って、はい、前々回の手錠マッチだったね、はい、キュウリ踏み込みとやって、はいはい、ハンディキャップマッチで手錠とか使って勝ったらしい。これ手錠ですか？手錠です。メリケンサックじゃなくて手錠ですか？手錠です。使用方法は完全にメリケンサックと一緒の方法なんですけど、そして今レフェリーを小突きましたよ。ほら、手錠です。まだひふみはこれもう3個カウントを取って反則負けさせてもいいところなんですけど、難しいところですよね。だ団体によっては狂気を出した時点で反則負け取る団体もありますからね。ありますからね。ひふみはまだ経験が浅いのでどこまでで取るかっていう判別も。お、あ、さあ、この間やられたふみこ選手とキュウリが今狙われた3人たちが、そう、狙われた3人が揃ってますね。どっちが悪いんだかよく分かって、ちょっともうこれ多分この試合は反則負けはないですね。ないですね。ひふみがもう追って上げて見てますもんね。オズアカデミーみたいになっちゃいます、はい、諦めて見入ってしまってますもん、ひふみ。いや、下がれというのかどっちの味方なのか、ひふみはなんだ。ちょっとここはね、レフリーも気になりますね。お、ここでアカデが私が一人で倒すんだと。パンテラロサはちょっと余裕なのか何なのか様子を見てるのか。やっぱり動きとか、まあ、体ちっちゃいですけど、はい、動きとか見るとちゃんとしてます、ね、芯が入ってる選手の感じがありますよね。森翔さんか。いや、森翔さんではないですねもうそもそも何人かもこれだと分かんないですね。え、今何の技ですか？変形のココナッツクラッシュだったんじゃないですか？なるほど。これでカウンターで、
ースパンと赤目攻めてほしいというわけで先ほどのマネージが残っている。あでも結構効いてますよ、ローサの。あローサの方も効いてますね、はい。さあおここであおまたチェーンは今モチがパスしませんでした。え今モチから渡されませんでした。今お客さんがジャマッとしたんですけど、あさあここでチェーンが引き立って、しかも肩を狙ってるんですけど、モチ選手が渡したんだとしたらこれいよいよ持ってどうしたんですかね。しかしモチ選手はこの間ツイッター上ですけども、はい、あのパンテラロサの行動も、はい、共感ができる的なことをつぶやいてたらしいです。なので何かがあったのかもしれません、この2人の中で。ああ肩外させた。あこれは大丈夫か、頭やばいやばいやばい、あこれはやばいかも、逃げてほしい。キングフリップ入ってこないか、まだ耐えている耐えているが、あーストップ、あーレフェリーがストップ。早く走って4分14秒勝者パンテラロサ。あレフェリーストップによりこちらパンテラロサの勝利ということで、まあ、翻弄したって感じで、ちょっと、はい、試合内容もさることながら、はい、モチ選手がチェーン渡したんだとしたらそっちの方が気になりますね。ですね。お、ユキに喋らせようとしましたがユキは拒否ですね。拒否しましたけども、あでもしょうがねえなってマイク持ってきましたね。多分これもう髪の毛引っ張んなくても喋ってくれますよね。あかね、お前中途半端なんで。ビジュアルで勝てるわけでもない、技で勝てるわけでもない。このままじゃお前埋もれるぞ。そこの二人お前らも同じだ。だけ言って勝手に帰ってきます。あお一緒に帰っていった。やっぱモチは何かあったんですかね。あったのか、はい、ひょっとしたらモチ選手にゆかりのある選手なのか、はい、モチ選手にゆかりがある風に見える体型ではないんですけど ね体型的にはどちらかといったらモチとのこう敵対する体型なんですけれども、なかなかアイスリボンで今まで見たことないくらい、はい、あの殺伐とした会場になりましたが、ハムコ選手のわけはないですしね。そうですね、この一瞬で太ったり痩せたりできたらちょっと高須クリニックもびっくりみたいな状態なんで。あ、喋りますね。ギブなんかしない、なんで止めた。今日は勝つって決めてたのに、お前が止めなければ勝ったかもしんねえだろうがよ。またしても狂気を使うパンテラやられてしまいましたが、それでも自分のこのスタイルを変えるつもりはありません。いつまであいつが参戦するのかわからないですけども、必ず勝ってみせます。だからこの勝負お前らも入ってくんな。